皆何か秘密を隠している。そうだ、あの謎めいた小説家を探ってみよう。何かわかるかもしれないわ。おかしい、オルフェウスさんはここにはいないわ。暖炉の灰は冷たい。だいぶ経ってるようね。食材は暖炉に固定されている。ん？回せるようね。何も起こらないみたい。オルフェウスさんはこの部屋には来ないで、裏口から出たのね。では次は誰に？クレイバーグさんと話をしてみよう。あれはクレイバーグさん？どこへ行くんだろう？見失ってしまった。もっと視界が開けたところに行こう。そこに展望台がある。この競馬場を一望できるはず。何か登る道具が必要ね。あの厩舎で何か使えそうなものが見つかるかもしれない。見つかった。これを使えば登れるはず。よかった。まだ使えそう。荒れ果てた観客席、乱雑な状態でほとんどのものはわざと壊されたようね。丸く小高い丘が3つ、うち二つは矢車菊が咲いている。見つけた、クレイバーグさんだ。近づいてみよう。何か探しているようね。もう少し近づいてみよう。
誰かいるのか？オルフェウスさん、ルールを守らないのはお互い様ですね。探求心は悪いものではないでしょう。でも目的のない探求はただの徒労に終わる。そうでしょう、オーストリアのクレイバーグさん。どこまで知ってる？ここに来る前にこの荘園の資産を調べました。もちろんこの家系と同じ名前の競馬場、ヤグルマギクの噂、それとブルーホープについてもね。聞かせてもらいましょう。クレイバーグ競馬場の最盛期、ここは上流階級の人々と一流の名馬で華やかで、その中で最も有名なのが死の白馬と呼ばれている。出走するときは必ず夫人が一人選ばれ、この馬に花をつけて勝利の祝福をしよう。マリー夫人はその一人にたびたび選ばれ、彼女は決まってヤグルマギクの花を贈る。幸せな出会いの象徴とされるヤグルマギクだ。くしくもそれが後に彼女と騎手の不敬の証拠になってしまう。だが誰もがあの発狂して雑踏事故を起こした死の白馬の名がサインだ。つまりマルスがマリーに贈った愛のプレゼントだったことを忘れてしまったのは、ヤグルマギクがマリーの実家の家紋だったことも。その紋はあなたのネクタイにもあります。おっしゃることが事実なら、不幸にして亡くなった親族を悼むことに何ら問題はないのでは？おや、マヌスがマリーをここに埋葬したと？冤罪で落命した美人の墓参りをしようと、当時も高額をかけて埋葬場所を探したが見つからなかったとか。精神に異常をきたしたマヌスがマリーの死体を持て行ったという噂もあるようですが。あいつらが墓参り？あの債権者どもはただあの宝石が欲しかっただけだ。あなたは違うと？そんな不吉なものに興味はない。それは実に残念ですね。ご存知かもしれませんが、私は小説家でありながら探偵でもあります。物を探すのは探偵の得意とするところですから、こちらから手助けを提供し何かしらの代償をいただきたいと思っていました。代償だと？いいでしょう。ではどこから始めましょう？マリーが亡くなった後、一族からはマヌスに何度もマリーの嫁入り道具を返すよう手紙を送りました。特にあのブルーホープ。だがマヌスからの返信はなく、彼が行方不明になった後に彼からマリーの父親に手紙が届いた。彼女は彼女が愛する場所で最愛と永眠している。マリーは子供の時から称賛されることと宝石、そして馬が好きだった。この三つが全てある場所はおそらくここ以外になかったはず。あの事件の後、人々の怒りを鎮めるためにマヌスはサインラスを殺処分。だからマリーは最愛の宝石とサインラスと一緒に埋葬されたとか。それはわからない。私の考えを言ったまで。サインラスの埋葬場所を探してみましょう。腐敗によって発生する物質はたまに土の酸度を変えるので、それが戻るまで長い時間がかかります。馬を埋められそうな場所に異常がないか探した方が近道でしょう。例えば厩舎とか。
オルフェウスさんは何かヒントをくれているようだ。ヤグルマギク、死体、最愛の場所。腐敗によって発生する物質はたまに土の酸度を変えるので、それが戻るまで長い時間がかかります。ヤグルマギクのようなごく一部の植物を除いて、多くの観葉植物は酸性の土を好むのです。厩舎にはない。あ、マリーとサインダスの埋葬場所が分かったかもしれない。あの三つの丘で唯一花が咲いていない場所。彼らより先に宝石のネックレスが見つかるかも。観察力ですね、クレイバーグさん。探偵の才能が終わりのようで。いけない、誰か来た。ん？記者さんですか？こんなところで奇遇ですね。ほう、本当にそうですか、オルフェウスさん。優秀な探偵でおられるのに演技は増えてなようだ。アドリブは特に。我らが賢い記者さんは頼まれたことに応えた。ではお二人さん、これにてショーは終わりです。手に持った箱を持ってきてください。ここで何か起こるのはお望みではないでしょう。そちらに。後ろを向いて銃声が聞こえるまで振り向かないことだ。でなければあなたが最後に聞く音は銃声になりますよ。彼に従うべきです。銃の熟練者、親指の付け根に跡がある。フェイスさん、怪しいと思いませんか？ここにマリーの棺桶はない。マヌスはどこに埋葬したのでしょう？マリーにとって馬や宝石や称賛を超えた愛するものは何なのかによりますね。何か音が。まずここから離れましょう。
このゲートは暗号機で制御されているようです。なるほど、それで辻褄が合う。競馬場で見た数台の暗号機も荘園の主が午後のゲームのために用意したのでしょう。解読する方法は分かりそうですか？ちょっとした考えはあるが、テストが必要です。まず競馬場の中央にある一番大きな機械に行ってみましょう。これが日記の中で書かれていた暗号機かも。暗号で機械を解読する必要があるようですが、その暗号がわからないんです。わかるかも。どうしました？大丈夫。ただこんな音には慣れていなくて。それなら別の暗号機の場所を探してみてください。またここで集合しましょう。解読は私に任せて。